西日本旅客鉄道東海道本線の駅。駅番号は JRA43。JR 京都線の愛称区間に含まれている。駅の北側には広大な水田奏車場跡地が存在していたが、それを引き継いだ水田信号場や、さらなる更新として水田奏車場跡地に新設された水田貨物ターミナル駅とは、同一構内として扱われていない。また、 駅名は岸辺であるが地名は岸辺である。これは当時の日本国有鉄道が駅名に勘弁で間違いにくい表記を採用したためである。なお、岸辺という地名は1889年の町村政志向で岸辺村が発足した時に岸辺を簡略化したものである。阪急電鉄の小弱駅とは徒歩6分程度の距離である。複々線区間内にあり、 上り下りの角内側線、外側線間に一面ずつ、計2面4線の島式ホームを有する地上駅となっている。2012年3月17日よりホームの上に駅舎が来る橋上駅方式となった。2012年3月16日までは改札口とホームとは階段と地下通路で連絡している地上駅方式であった。地上駅時代は、 エスカレーターやエレベーターは設置されていなかったが、京上駅車下で解消された。京上駅車には多目的トイレも設置されている。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。4線とも停車可能であるが、普通電車のみが停車する当駅では、基本的に内側の2.3番ホームのみが上降に使われるため、外側線のホームには安全柵が設置されている。 改札機は、移行か、定型 IC カード対応。LED 式発車案内は2002年7月29日の JR 京都、神戸線運行管理システムの導入に合わせて、設置の2.3番乗り場のみであったが、2008年2月20日より、改札口にも3段表示できるものが設置された。直営駅ではあるが駅長は配置されておらず、高槻駅と水田駅が当駅を管理している。 なお、時間帯によっては一人勤務になり、窓口と改札を兼務する。また、京城駅舎下で緑の券売機が設置された。当駅は、鉄道写真の撮影スポットとしても知られており、平日、休日仕日と関係せず鉄道ファンが集まる。完成した、古典橋水田奏車場跡地への水田貨物ターミナルの建設に先立って、2012年3月17日に、 共状駅舎に改築され、使用が開始された。同時にホームを、線路下方へ約40メートル延長した上で、エレベーター、エスカレーター、階段が新設された。また、線路や貨物駅をまたぐペデストリアンデッキを設けることで、線路の北側と駅のアクセスが改善された。なお、この計画は、水田市が貨物駅を受け入れる条件の一つとなっていた。 工事自体は2015年3月14日に完成した。この準備工事として、駅構内にあったキヨスクとハートインキシベテを閉店させ、2009年7月26日より改札の位置を西側へずらした。また、この工事によって、駅本屋の右半分が削られ、2009年10月17日より、窓口と改札口の位置が変更された。 2009年11月21日より、駅前ロータリーの構造が変更となり、2010年1月17日からは、橋上構造物準備工事のために、大阪側へと両方向ともホームがずらされ、下り線は1両分、上り線は2両分の仮設ホームが完成した。日中時間帯は1時間に8本が停車する。朝ラッシュ時は、本数が多くなる。 2019年度の1日平均乗車人員は18,926人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。阪急バス出店。ありがとうございます。